い、皆さんこんにちは。今日は2018年をまとめる意味で2018年に買ったトミカのランキングをつけてみたいと思います。あくまでも個人的な意見なので気を悪くしないで見ていただけたらと思います。早速第5位からいきます。第5位はトミカプレミアムテスタロッサです。なんで5位かっていうと、トミカプレミアムでフェラーリが発売されたのもすごかったんだけど、やっぱりこのリトラクタブルライトの開閉だね。こういうギミックが採用されたのが個人的にはすごかったかなと思います。こんな感じでヘッドライトのリトラクタブルライトの開閉だね。やっぱりこのギミックっていうのはこれからのトミカプレミアムの期待感をアップさせたよね。やっぱりこういうギミックがトミカプレミアムの次の世代の 512BB、 この辺りにも受け継がれていったよね。でさらにカラーバリエーションもレッドとホワイトとイエローって3色もカラーバリエーションが出たところも良かったね。ぐるっと一周見てみるとこんな感じだね。後ろの部分もすごく細かく作られてたよね。すごくかっこいい一台だったと思います。さあ次行って第4位いきます。第4位はこれだね。東海バスオリジナルの特注トミカ三菱ふそうエアロスターです。2018年はこの特注トミカのバスがたくさん発売された年だね。その中でも一番個人的には出来が良かった一台かなと思います。実車のデザインをすごく忠実に再現してるっていうのもあるんだけど、やっぱりバスの特注トミカっていうとフルタンポ印刷がやっぱり醍醐味かな。ナンバープレートの部分とかすごく細かいところまでしっかりプリントされてたね。リアの部分のこういう排気ガスのマークとかよくわからないこういうところまでフルタンポ印刷で再現されてたのがすごく良かったかなと思います。で2018年はたくさんバスの特注トミカが発売されたんだけど、フルタンポ印刷ではなくて結構シールが増えてきたよね。その中でもフルタンポ印刷にこだわったこの1台は第4位かなと思ってます。第3位はこれだね。 GR スープラレーシングコンセプトです。上のパッケージがジュネーブモーターショーで配布された限定トミカだね。出どころが謎に包まれた状態でオークションサイトとかではすごく高値で取引されてたね。それがトミカ博とかでは GR スープラレーシングコンセプトこの下のパッケージで再販されたっていうのも嬉しかったね。ゼッケンナンバー90番でプリントされてるのでトミカ博とかで再販されたモデルだね。衝撃的だったのはこのボディ形状のこのかっこよさだね。それにプラスしてホイールの部分のデザインもかっこよかったね。で大胆に作られたこのリアのディフューザーの部分もかっこよかったです。さあ次行ってみようかな。みんなは今のところどうかな、こんな感じで予想してたかな。じゃあ次第2位はこれだね。トミカプレミアムスバル BRZ-R&D スポーツです。ここに来て限定トミカとか特注トミカではなくて通常ラインナップ品を選んでみました。トミカプレミアムらしい細かな作りもしっかりされてるんだけど、やっぱり通常ラインナップ品でこれだけのプリントをしっかりしてきたっていうのは嬉しかったね。形やデザインもすごくかっこいいんだけど、車高の低さも魅力的だったね。この車高の低さでちゃんとサスペンションがついてたところも良かったです。で第2位で選んだ最大の理由はやっぱり通常ラインナップ品でこれだけ細かな作りがしっかりされてるっていうのはすごく嬉しかったね。そういう意味でも第2位で選んでみました。第1位を発表する前に特別賞っていうのも選んでみました。特別賞はこれだね。トミカギフトのフェラーリセットです。フェラーリのモデルがこれだけ4台セットになったっていうのもすごく良かったんだけど、フェラーリセットというよりは
26年ぶりにトミカでフェラーリのモデルが復活したっていう意味合いで、フェラーリ全体のモデルをまとめてこれかな。2018年はフェラーリのモデルでトミカ全体が盛り上がったね。次のフェラーリのモデルに期待したいと思います。さあ、これで1位を発表する準備が整ったよね。だけど忘れちゃいけないのが、ベーシックトミカですごく頑張ったデザインをしたモデルがあったね。頑張ったでしょうっていうことで、これだね。日産 GTR ニスモ GT500 です。ベーシックトミカの450円でありながら、これだけ複雑なボディ形状をしてきたっていうのはすごかったね。 GT500 のシリーズがこのベース車両でシリーズ化していくのかな。そういうのも期待したいね。この大胆なボディ形状とこのエアロってすごくかっこよかったんだけど、ちょっとびっくりしたのはこの左右のドアの形状の違いだね。こういうところもなんかすごく頑張った感があるよね。内装の部分もすごくレース車両っていう感じの作りがされてて、すごく頑張った1台だったんじゃないかなと思います。さあ、いよいよ1位の発表だね。特別賞とか頑張ったで賞とかちょっと寄り道はしたけど、1位を発表してみたいと思います。この YouTube チャンネルのレッツゴートイズが選ぶ第1位はこれだね。トミカプレミアム RS ランボルギーニカウンタック LP500S です。なぜ1位かっていうと、やっぱりこのトミカプレミアム RS っていう新しいブランドだね。ちょっと高いけどディテールにこだわった大人のトミカだね。で、ギミックの部分もシザードアの開閉とかエンジンフードの開閉とかリトラクタブルライトの開閉だね。こういうアクションにこだわった部分も選んだ一つの理由です。やっぱりこのスーパーカーらしいこのフォルムっていうのはランボルギーニカウンタックの良さだね。このリトラクタブルライトのこの開閉とエンジンフードの開閉だね。で、中のプラグコードもしっかり作られてたよね。で、最後にこのシザードアの開閉だね。若干開閉がスムーズじゃなかったりするところもあって、この辺は今後の改良点なのかと思います。で、こういうアクション系のギミックもすごく良かったんだけど、やっぱりこのドアの内張りも作られてるところはすごく良かったね。ホイールのデザインもかっこよかったです。ぐるっと一周見てみようかな。このフロントのデザインもかっこいいけど、このワイパーの部分も別パーツで作られてたね。で、運転席側のこのフォルムもすごくかっこいいね。で、リア周りの部分もこういうマフラーの部分とかテールランプの部分もすごくいいね。で、助手席側はこんな感じだね。内装のカラーリングも個人的には好きかな。で、このエンジンフードを開けた中のエンジンヘッドのシルバーの塗装とかプラグコードまでレッドで塗装されてたよね。すごくこういうところもかっこよかったね。このモデルを1位に選んだ最大の理由はひょっとしたら、このスーパーカーのこのデザインに一番憧れを感じる世代だったのかもしれないね。年齢的なものかもしれないです。はい、今日は2018年このレッツゴートイズチャンネルが選ぶランキングを発表していました。やっぱりこのトミカプレミアム RS とかトミカプレミアムとかベーシックトミカとか特注トミカみたいに同じ感じでランキングしちゃってるので、いろいろご意見あるかもしれないね。あくまでもトミカの一ファンとしてランキングをつけてみたので、あまり気を悪くしないでもらいたいと思います。で、1位はこれじゃないとかご意見あれば、またコメント欄の方でぜひコメントをいただければと思います。で、今回はこんな感じでランキングつけてみたけど、2018年は本当たくさんのトミカが発売されたね。で、2018年、トミカを一番盛り上げてくれたのはやっぱり26年ぶりに復活したフェラーリだね。で、ちょっと謎めいたスープラレーシングコンセプトっていうのもあったね。で、こういうスポーツカーに負けじと特注トミカとしてはこのバスのモデルだね。これもいろんなバス会社さんが
発売した1年だったかと思います。個人的にはこのトミカプレミアム RS で今後フェラーリのモデルとか出てくれるとまた面白いかな。はい、2018年もたくさんの方々にこのチャンネルをご覧いただきありがとうございました。2019年も2018年同様、トミカの最新情報とかトミカのレビューをしていきたいと思ってます。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方お願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。